酒市氏は、大阪府平方市出身のプロ野球選手、宇藤右内、東北楽天ゴールデンイーグルス所属。平方市立、ノハのナ南小学校時代に、くずハウィングスで野球を始める。平方市立小大北中学校時代は、平方シニアでプレー高校は、龍谷大学附属平安高等学校に進学。2年時の夏の甲子園に出場するも、 堂林翔太擁する中京大中京高校に敗れ1回戦敗退。高校の2学年後輩に高橋大輝がいた。卒業後は大阪体育大学へ進学。阪神大学リーグで通算35試合登板し、15勝7敗、防御率1.42。3回戦秋のリーグ戦で5勝1敗の成績で最優秀選手に選ばれた。 以後3期連続で最優秀投手に選ばれた。社会人野球の大阪ガスへと進み、2016年のプロ野球ドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから2位指名を受け、契約金8000万円、年俸1500万円で契約した。背番号は23に決まった。2017年は春季キャンプを1軍スタートで迎えるも開幕は2、軍スタートとなった。 4月22日に一軍登録されると、同25日の対東北楽天ゴールデンイーグルス、戦でプロ初登板。5月6日の対福岡ソフトバンクホークス戦で、プロ初ホールドを記録したものの同18日に登録抹消。その後先発調整となり8月4日の対楽天戦でプロ初先発。勝利投手とはならなかったが8回1失点と、 高騰すると8月18日の対、オリックスバファローズ戦でプロ初勝利を初完投で飾った。シーズン全体では19試合に登板し5勝1敗、1ホールド、防御率3.13を記録。特に先発転向後は9先発で5勝1敗、防御率2.86と高成績を残したオフに、750万円増となる。 推定年俸2250万円で契約を公開した。2018年は開幕ローテーション入りを果たすもの、先発で防御率7.36と結果を残せず、4月30日に登録抹消。6月17日に1軍再昇格となったが、その後も不安定な投球が続き1軍と2軍を行き来し、15試合の当番で2勝6敗。 防御率5.59という成績に止まった。オフにはオーストラリアンベースボールリーグのオークランドトゥアタラへ派遣された。100万円減となる推定年俸2150万円で契約を公開した。2019年は開幕を一軍で迎えると3月29日のタイトー北楽天ゴールデンイーグルスの開幕戦で中継ぎ登板し1球で打者1人を打ち取った。 その直後にチームは逆転し試合に勝利したため、プロ野球史上初となる開幕戦一級勝利を記録した。この年は1年間中継ぎとして起用され、54試合で5勝4敗、防御率4.37、チーム2位の20ホールドを記録した。オフに1450万円増となる推定年俸3600万円で契約を公開した。 2019年12月19日、東北楽天ゴールデンイーグルスから FA 権を行使してロッテへ移籍した未魔学の人的保障として楽天への移籍が発表された。初めて人的保障で楽天へ移籍した選手及び令和初の人的保障選手である。12月23日に公示された。2020年は新型コロナウイルスの影響で120試合制の 短縮シーズンではあったが、開幕から一度も登録抹消されることなく、中継ぎとしてフル回転し、チーム2体となる46試合に登板。3勝2敗12ホールド、防御率3.65という成績を残した。オフに400万円増となる推定年俸4000万円で公開した。 2021年も開幕1軍入りを果たし、前年はチーム1.2位のホールド数を記録した、牧田和久、アラン・ブセニッツの不調もあり、セットアッパーとして起用された。9月4日の対埼玉西武ライオンズ戦では5点リードの9回表に、牧田が登板するも、乱調で3点差まで追い上げられ、酒居が緊急登板。最後は西満塁のピンチをしのいで、プロ初セーブを挙げた。 最速時速 150km のストレートとスライダーフォークカーブを投げる。ありがとうございます。